3月24日、オープン戦順位表、中日阪神、俺たち入れ替わってる？中日上げてきたな。とんでもない夢を見た。中日優勝。チュニドラ強いから好き。チュニドラ唯一の防御率1点台。中日どうしたん？爆発するん？広島と阪神の失策数すげえや。阪神さん。阪神は自慢のリリーフが打たれまくってこの結果だから、今年はかなり怪しい。餌撒いたり、探ってるだけならいいけど。阪神結局オープン戦あかんかったな。それの陰に隠れているけど、ロッテも結構あかんな。阪神の投手陣の気並み不調なのやばいやろ。大山怪我だから打ち勝てないのに。まあオープン戦ブービーより最下位の大やろ。中日勝ちのほとんどが負けても、不思議じゃない綱渡りを渡り切ってる。立浪采配ズバズバやね。チュニドラチュニドラってバカにしてたやつ半年後に土下座する準備できたか？中日がオープン戦といえど、こんなに勝てるようになった理由説明できる人いなさそう。ピッチャーが足りんって毎年あわあわしてたらついに万全になった中日。よし、中日は戦力いるから。これでダメなら監督のせいだな。楽天強いじゃねえか。聞いてた話と違うぞ。ハムの A クラス入りに赤信号か。そもそも日ハムは去年楽天と 10.5 ゲーム離れたダントツ最下位なのに、どうやって A クラス入んだよ。楽天の先発はジジイしかいないって聞いてたのに話が違うやん。読み税の支給数ひどいなと思ったらほとんどババとケラーやんけ。ロッテやばくね。頑張ってるの投手何人かとあと年寄りだけやで。呪いの3位は東京ヤクルトスワローズ。オープン戦の順位には何の意味もないぞ。得失点差とエラー数だけ見とけ。中日ソフトバンクの日本シリーズある？今年初めに言っても誰も信じないこと、大谷の通訳が逮捕間近。チュニドラがオープン戦首位。毎日がチュニドラで満たされる。